素敵な神社を見つけました。じゃん、貧乏神追放神社。これはなんか全国的にちょっと珍しいんじゃないですか。ストレス解消だって。そうですよ、もう貧乏神、疫病は心の問題、自身の弱い心の裏に隠れています。笑う角には福来たる。隣接に座っている七福神様にご祈願して福を招いてください。まあ、向こうにもね、大きい七福神があるんですけど、こっちはね、またね、ちょっとまた別の、はい、大きな木があるんですけど、これちょっとへこんでますね。なぜかっていうと、大声で貧乏神、疫病神、出ていけ、ご神木を3回叩いて3回蹴飛ばすと悲鳴を上げて貧乏神が退散するそうです。これね、ちょっとね、やらなきゃダメでしょう。よいしょ。これね、大声で叫ぶのは1回ですが、この奥にね、貧乏神が2人いらっしゃる。これで、こう叩いてもありんです。叩いての蹴飛ばす、蹴飛ばす。結構アグレッシブにいきますね。よし、チャ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 、貧乏神、疫病神、出ていけ。出てきましたね。これでね、貧乏神が出てきました。これ結構ストレス発散になるので、皆さんここに来てやられるといいかもしれませんよ。この場所は草木ドライブインです。皆さんもいらっしゃってみてはいかがでしょうか。